そろりそろりと。おお、野生の赤鬼と青鬼が現れた。強いんですけど、私レベル1ですが大丈夫ですか？あ、レベル100でした。強い。いきなりいいんですか、こんなボス扱いにしていただいて。あ、青鬼レベル50、赤鬼がレベル80でした。ちゃん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 、はい、いけさや。いけさや。よし、いきますよ。私あの2対1になってますけれども、レベル100ということで多分大丈夫ですね。いきます。よし、鬼は外、福は内。どうでしょう、ダメージ、ダメージ。お、さやの攻撃は外れた。もう一回、鬼は外。お、ダメージ10食らった。鬼の攻撃なんですか、金棒を踏ん投げてきた。電光石火とかですか。電光石火。さやは10のダメージを受けた。はい、さやの豆まき、シュン。10のダメージ。どうでしょう、どうでしょう。でも100だからもっと強いですかね。鬼は外、福は内。青鬼もそろそろやられそうですか。よし、確かにこういうのはね、あのちゃんとね、計画的にやらないといけないですかね。青鬼に豆まき。鬼は外、福は内。鬼は外。これでいいんですか。大丈夫ですか。あ、豆踏んじゃいました。大丈夫かな。鬼は外。あ、やったやった、経験値100ゲットしたけど、レベル100だからもらえませんでした。最後、青鬼逃げてきました。やった。ということで鬼退治は終了でしょうか。鬼は外、追い打ち。鬼福は内。さあ、ということで鬼は外、福は内の行き文字をしていきました。きっとスタジオにも福が舞い降りたことでしょう、舞い込んだことでしょう。ぜひ皆さんもご家庭で鬼は外、福は内をして、ね、福を取り込んでいただければと思います。